おい約束の場所に到着したおい息子は無事なんだろうなお前がちゃんと金さえ用意してればなちゃんと言われたよその額を用意したもし1分でも遅れてみろ息子の命はないぞああ待てもうすぐ到着するから頼むから息子には手を出さないでくれパパー行けろ <laughs> おおお金を持ってきた息子息子を返してくれ大きな声出すな分かった まずは金だほらほらこっちほらお前に言われたとおり1億円持ってきたよしゆっくりこっちに持ってこい変な気起こすなよ分かってる頼む行け行けパパーおこの怖いよ。 怖い思いをさしたらごめんな、うん、大丈夫か怪我はないか大丈夫あいつ何もされてないかされてないあーよかったもう安心だからな、うん、ごめんな怖い思いをさしてでもなちょっと今あのパパは仕事の途中で抜け出してきてるんだどうしてもその仕事だけ終わらせなきゃいけないんだな、だからパパは一旦ちょっと仕事に戻るけどな、お前はちゃんと自分で五時までに家に帰ってくんだよ

もしもしもしもーしはいお疲れさまですお前の息子を誘拐したむ息子を誘拐しただとちょっと待って息子は構造ゾウは無事なんだろうなさっきと同じ公園に1時間以内に1億円を持ってこい 1>, 1時間以内に1億さっきの公園わかったわかった金なら用意するだから頼むから息子には手を出さないでくれママーうるせえな <laughs> マジか おい金だ金を持ってきた早いなたまたま車のトランクにもう1億積んでたからそれを持ってこれたたまたま持ってる額じゃねえだろうそれより貴様だったのかどう考えてもそうだろう <laughs> とりあえずほら金だな下がれ分かった行け <laughs> パパ<ー>おおこぞ一 <laughs> 日に2回も誘拐されるなんてかわいそうなことだお前のせいだろ ごめんな怪我はないかあいつ何もされてないかああ,あ,あよかったもう安心だなあ,あ,あでもなさっきも言ったけどパパはまだ仕事が残ってるんだなあどうしてもその仕事だけ終わらせなきゃいけないんだだから今度こそちゃんと五時までに家に帰ってくるんだぞああできるな分かったああいい子だああ信じてるからなあの本当にお前が生まれた時にどんなことを差し置いてもお前を守っていこうとそう心に決めました

お前の息子を誘拐したむ息子を誘拐しただとちょっと待って息子は構造は無事なんだろうなお前よく毎回そのテンションで来れるな <laughs> いいか返してほしければなさっきの公演に1時間以内に1億か 1> もう慣れてきてるだろお前 <laughs> 分かった必ず金を持ってくから息子には手を出さないでくれお前がちゃんと金さえ用意すればだ <laughs> マジか おーい金持ってきただから早いなあの、今からこの金をそこに置いて俺が後ろに下がったらうちの息子がパパと言って俺のところに来る段取りだったなもう慣れてきてるだろお前あおら金だちょっと待ってんでカツオ持ってきたなんでってこれが今回の分でこれが一応次回の分だもうこいつを置いていく気満々じゃねえかよいやそれは俺だって もちろん誘拐なんかしてほしくないよでもなもしまたお前がどうしてもその誘拐するという衝動を抑えられないのであれば次誘拐した時はもう俺も忙しいからね俺に電話する前にこの金を受け取って息子を解放してやってほしいお前身代金の前払いなんて聞いたことねえぞ <laughs> まあでもこれ取っていいからなほらそしたらお前がパパってほらなパパーッあー小僧なあこのな何度も何度も誘拐されてかわいそうな子だなでも怪我はないな 何もされてないな。ああしよかったな。今のもうパパ仕事を終わらしてきたからね。でもねちょっとあの仕事先の人とね飲みに行く約束をしちゃったんだ。なんだかよ。どうしてもパパは行かなきゃいけない。だからお前はちゃんと一人で家に五時までに帰ってくんだよ。分かった。できるよね。あお前本当にいい子だな。ありがとな。もうどんなことよりもお前のことが最優先です。 あいけない忘れてた今度はさすがにこんなやつが近くにいると思うとなパパ心配で心配でしょうがないからこれ1万円なこれ渡しとくからこれで自分でタクシー捕まえて帰ってきなさいあいつがいるからもうなタクシーな大丈夫だね5時までにおうち5時までにおうちおうち分かったね5時までにおうちそうよししっかり帰ってくんだよお前のその存在っていうのはそのなんて言うんだろう最後まで行ってけよ最後まで行ってけよ お前かわいそうだなあんな親父でええ <laughs> 取るわけねえだろこっちよ億もっ <laughs> でも当初の4倍も金をもらえるとはな <laughs> ラッキーだったぜ <laughs> じゃあなちょ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 っと待ってよ何だえっまだいけると思うよ <laughs> はあ パパお金持ちだからまだいけると思うよ、うん、お前何言ってんだ早く友達とかと遊んでこいあ,あのねあの僕ねあのバカだから友達いないの何 <laughs> <laughs> だその理由、うん、いないのだからお金のそのやってる間にさちょっと遊んでよパパ来るまでねそんなに金持ってるのか <laughs> めちゃ持ってるよ来い <laughs> <laughs> その感じやめろ <laughs> <laughs> もしもしもしもーしお疲れ様ですどちら様でしょうかお前の息子を誘拐したえその声は何度も何度も誘拐する誘拐犯どう考えたってそうだろうおいちょっと待て息子を誘拐したって今回の分はもうさっき前払いしただろうああそうでしたねさっきのは普通にもらういいか これからさっきの金の2倍用意しろ 2>, 2倍だといくらか分かってんのかお前分かった用意するだから頼むから息子には息子には手を出さないでくれちゃんと用意すればな <laughs> いけたしょ <laughs> いけたな <laughs> 何して遊ぶんだよ <laughs> えっとじゃあねこロね車でねああえっとね。おい金を持ってきた<い>なんだこれおい だだこれ金を持っってきたたんんお前が言ったんだろうえ,えそのまずお前が言ってたその倍の2億これがな倍の2億で一応もうこれもう次の分もね倍持ってきたから次はもうこれもう2億ですねあとはこれあれだよお前一日こんな何回も誘拐されたことないようちの子供はだからもう一日の誘拐記録更新記念で一応これ2億ね持ってきたからあとうち今ねちょっとあのあれなの。 国税局に狙われちゃっててね家とあの会社にあったら困るお金がこれ3億ぐらいあるからそれもう持ってってくださいねっであとなんだっけなこの残りのはもうあとはなんだかんだ気持ちですじゃあねっ気持ちで持ってってください<う>このお金もう金持ちの考えることよくわかんねえよおいこっちかお前ーパ,パ,ーうパパじゃないよお前、えー、なんか誘拐されたら気が済むんだお前はえーえー、見てみろこのお金、えー、いくらだと思ってんのこれお前、えー、もうとんでもない金使ったよ今日一日お前にな、えーえー こんだけの金をなパパが稼ごうと思ってら最低でも三日は午前中だけでも会社に顔出さなきゃいけないんだよどんな仕事してんだよなあもうそう何回も何回もやってらんないからお前もうパパ連れて帰るからなあもうこっち来なさいもうはいはいはいバカが本当にすみませんね本当にねお世話になりましてほらもうお世話お前へなんだあいつらやべえな とんでもない額が手に入った <laughs> よし <laughs> くそくそえくそどうやって持ってきゃいいんだこれもしもしもしもーし <laughs> 今お前アタッシュケースが山のようにあってこの量どうやって持ち帰ったらいいんだそう困ってるんじゃないか <laughs> お前マスクこうなること分かっててそのとおりだよお前はしばらくそこでおとなしくしてろ警察に通報したな今そっちに配送業者を手配した <laughs> 優しい